はい、どうもおはようございます。17181です。ちょっとこのちょうど太陽が入ってしまいますが、現在私がいるのはここ戸田駅ですね。埼京線の駅ですけども、ここ上に見える線路、これは、東北新幹線ですね。で、駅前は絶賛工事中で、今日はこのね、戸田市のゲーセンに行ってみたということで、適当に、駅からはちょっと離れているんですけども、なんかね、メダル充実しているゲーセンがいくつかあるみたいなんで、そして私は全然行ったことがないのでね、その辺も非常に楽しみという。はい。で、とりあえずこちらも駅前に、T フロントですかね、なんかあるんで、空いてれば行ってみましょうか。あ、新幹線通ってる。お、これは、早駒ですかね。やっぱもうちょい飛ばしてほしい気がするんだけどな。はい、また今新幹線が通ってますね。はい。で、先ほどの、駅前のなんか、商業施設は、ゲームコーナーは当然ないですね。ちなみに今どうでもいいですけどもね、先ほどちょっと今日も暑いね、飲み物を買ったんですけども、スーパーで買うとね、500ミリペットボトル2本で146円ということで、ちょっとね、もちろん自販機で買うのは悪くはないんですけどもね、節約できるところはちまちまと、節約するのも面白いみたいな、そんなことを言いたかっただけなんですが、ここから歩いて25分ぐらいですかね、ゲーセンまで。ブックオフ開店待ちしていらっしゃる方いますけども、今朝9時48分ということでね、私が目指すゲーセンも10時開店、いや10時に開いてくれるよな。ちょっとこれもし開かないとなると結構まずいんですけども、ここからね、たどり着くところには、10時にはなってるはずだから、大丈夫だと思うんですけどもね。で、この道をひたすら西に向かってますね。戸田市は、人口とか調べてなかったけども、東京にね、すぐ隣接するということで、それなりにベッドタウンとして栄えている。ここは埼京線ができたのが84年とかでしたっけ。それでね、ようやくこう、鉄道空白地帯だったところにこう通って、それから本格的に発展したという感じなのかな。それ以前にもう市だったんですかね。その辺もちゃんと調べればよかったな。新戸北町、何分歩いたか覚えてないけど、ブックオフから6分ぐらいですね。ずっとこんな感じ。ここにパチンコの台があるやんけ。なんかあんまじろじろ進めてないですけどね、関連企業がなんか、倉庫使っているところですかね。なんか川をね、渡ったんですけど、あれが笹目川。この辺だと、何でしたっけ、そこの川が。荒川に注ぐのかな。そう、戸田といえばね、確か協定なんかもあったと思いますけども、荒川でやってるんでしたっけ。なんか正面ね、ちょっとお店とかも増えてきた感じはありますけども、この笹目1丁目で左、そのまっすぐ行ってね、太い道に出て左でもいいんですけども、Google マップによるとここでね、左に行ってちょっと細い道をぐねぐね行った方が若干近いということで、それに従います。先ほど見えていた信号で左に曲がって、まっすぐのここを右ですね。ここからはまたちょっとまっすぐ、行くみたいです。しばらく歩いてきて、ここ上を通っているのが、首都高の、これは、5号線かな、ここはまだ。そのね、上の道の下にも太い通りがあって、そこ沿いなのかな、それとももうちょい手前側なんですかね。ゲーセンあるみたいなんですけども、この道かな、なんかすぐ手前ぐらいでね、左に行った方が近いということで。はい、今のところで合ってましたね。そしてこんなところに交番があるのか。なんかもうちょいね、交番って駅前とか街中にあるイメージですけどもね。はい、もうちょいで着くと思います。はい、先ほどから一つ目の信号を右に曲がって、ここですか。いや、なんかゲーセンっぽくない、ような感じですけども、ここに店内入り口。あ、そして9時開店だったの？どっち？あ、変更前が10時が9時になったのが、この2021年に。こちら戸田ゲームシティとなってますけども、これインターワールドが正式名称なので、あの屋根の、ね、ところの看板はあれわざとシティを外してゲームだけにしてるんですかね。はい、ということでこちら、インターワールドというのは、
伊勢崎ですかね、まあ、そこと同じ、多分系列で、あの伊勢エビキャッチャーというのもね、ありましたけども、ここ結構シングルメダルありましたね、30代ぐらい、まあ、そんなにレアなやつはないんですけどもね、まあ、シグマ系多めでね、1000円500枚とね安かったんで、まあ、それだけ借りてね、まあ、軽くプレイしてきました。はい、でまあ、シングルメダルではあれ写真撮ったかな、ボーナススピン Z だけね、まあ、ちょっとだけ当たったんですけども結局ダブル失敗で、その後、まあスピンフィーバーですか、まあ、それがね、まだジャックポート取れてないんでね、まあ、今回もやったんですけども全然ダメでしたね。そう、これ一番最後の、まあ、今店を出てくる時の状況なんですけども、なんかこう、まあ、特にあのスピンフィーバーはなんかこういう状況が多い気がするんですよね。なんかそう、もうちょいでいけるんだけどダメで、まあまあ、時間もないし、まあ、今日は時間はあったんですけどもね、まあとかでなんか、全然うまくいかずというのが多い。そう、人気機種なんですけどもね、私はこう昔からやってるんですけど、まずジャックポットを取ったこともなくて、なんかあのあんまり面白さが正直わかんないんですけどもね、まあただどこにでもあってね、まあそのなんか時間を軽く使うぐらいにはまあちょうどいいので、まあ、やってはいるんですけどもね。そうで、ここは OK で、これが新大宮バイパスでいいんですかね、次に向かうのは、イオンモール戸田ですかね。で方角的にはまあこっちの方なので、そのね、美女木で曲がるよりももっと手前から行った方が近いんですけどもね、まあその美女木をちょっと動画にも撮りたいので、この道をまっすぐ行きます。戸田入り口ですけども閉鎖中ですね。これはオリンピックに伴う、措置ということでいいんですかね。降りてくる車はあるけども、分からんな。はい、で私が目指す美女木はもうちょっと先ですね。そこにね、60美女木と書いてありますね。美女木ジャンクションは、まあ、ご存知の方も多いと思いますけども、まあ、ジャンクションですね。これが今、正面方向に伸びているのが、首都高のこれが、美女木を境に、5号線と、なんか埼玉線とかなんかそんなやつに切り替わるんでしたかね。で、ここ、左右に横切っているのが、外観ですね。でここはまあ、 あのジャンクションということでね、全方向確か行き来できたと思いますけども、これ見てわかる通り、まあ、敷地がねないんですよね、ここは。確かその首都高を、まあ、作った時にはもう、いやどっちが先でしたかね、ちょっとそれは分かんないけども、ある程度開発されていてね、十分な土地が取れなかったということで、まあ、かなりね、強引に、このジャンクションになっているのが特徴で、私もちゃんと把握しているわけではないんですが、なんかその信号があるんですよね。これ一番上がその本線ですかね。だから、まあ、道路でいうとこれだから4階と2階がその本線で、3階が、ジャンクション部分で、その、まあ、このね、あのトラックとかもスピードだいぶ落として曲がってる感じですけども、そのそうジャンクションで渡りになっていて、でこれ1階はこの、まあ、国道はだから、あ、これ地下もあるのか。これだから17号バイパスのこの本線は地下1階を通っていて、で、この地上1階では、まあ、その側道と、この左右方向は、まあ、国道290何号とかでしたかね、まあ、そんなんだったと思います。いやこれはやっぱ面白いなジャンクション好きとしてはやっぱたまらないですね、これはね。いや初めて来たけどやっぱいいわこれは。いやー素晴らしい。うん、どこで曲がりましょうかね。で私はここで曲がるんですが、ここはそのまま行けるのかな、なんか看板とかさっきから全然見ないんですけども、まあ、ここ右に行きましてね、まあ、そんなに遠くないところに、イオンモールがあるはずなんですけどもね。あ、ここは歩道橋もあって、まあ、そっか、渡るには歩道橋使えるものなんですね。はい、いや本当面白いわこれは。さっきのとこ右に曲がってそのまま来てますね。これは三重の防音壁、これもなかなか面白い。まあ、外観といえば防音壁という印象もありますけども、まあでもやっぱ結構聞こえるんだよな。どんだけ効果があるのかちょっとわからないですけどもね。まだまっすぐで、イオンモールはなんか思ったよりもその案内とかがないんだよなやっぱ。ここは美女木三丁目ですね。なんか美女木ジャンクションというかね、なんかちょっと変わった名前という感じですけども、まあ、この辺は普通にね、美女木小学校とかもあるみたいで、まあ、元の元のね、由緒ある地名なんですかね。で、ここは、まあなんか、
歩道としては一応広いけども、まあ、まだ先なのか。はい、どんどん行きましょう。はい、なんか倉庫街みたいなところずっと歩いてきましたけども、急に現れましたね、イオン。本当になんかここまで一つも看板を見なかった気がするんだけども、まあ、これが建物で間違いはなくて、歩行者の入り口がちょっとわからないけども、こっちは裏なんですかね。この道沿いにあるんかな、わかんないけど、まあ、とりあえずまっすぐ行ってみましょうか。こちらイオンモール北戸田ですかね、出てきました。まあそのね、先ほどから、そこの外観沿いを歩いてきて、でまあそのこの建物をね、まあ、回り込んだところに、まあ、この入り口があって、まあ、同じところから出てきたんですけども、こちら2店舗ですね、モーリーファンタジーとナムコ。モーリーファンタジーはまあいつもの、ラインナップという感じで、まあ、今日はまあ平日なんですけども夏休み期間中ということでね、子供大勢いましたね。そしてもう片方は、ナムコ。こちらシングルメダルありましたね。なぜか、サミーの、ピュアゴールドが2台と、タイムトゥースピンワイルドが2台ですね。そう、なぜか同じの2つずつ揃えているという。はい、まあ、こちらもメダルはね、まあ、モーリーファンタジーに対抗して1300円500枚 で、まあ、その機種もね、まあ、そのキッズメダルとかでも、なんかさっきあの辺から入ったんだけども、まあ、ここからでも行けますね。なんか微妙に変えてたりして、ね、そのあんまり被らないようにしている点は、良い、ということで、ここは OK、まあ、プレイせずに出てきて、次は、ギガステーションかな。ただそちらもね、あのなんかメダルがあるらしくて、まあ、先ほどのインターワールドでしたっけか、まあ、そちらもそうなんですけども、なんか大手の、ね、グループとかではないんだけども、地味にメダルがね充実しているという、噂なので、ね、まあ、そちらも楽しみ。この先最強線が通っていて、まあ、その線路沿いというかガード下なんですかね、なんか地図を見るとそんな感じに見えるんですけども、そのね最強線にぶつかるちょっと前ぐらいで左に行きたいんですが、まず渡るところが、ちょっとわからないですね。今そちらからね、こう歩いてきたんですけども、ここでこの、横断歩道で向こうに渡れるということで、ここをね、その突っ切るというかね、そこのここから見て右前方の道に、進むのが正しいのかな。はい、ということで、ここは上が外観で、なんかこの辺にインターというかランプというかね、それもあるみたいですね。こちらはなんか物流センターとかあちこちに書いてありますね。まあね、外観沿いにしては若干土地が余っているところということで、まあその物流のね、拠点として使っている企業が多いという感じですかね。で正面右の方には、新幹線の線路も見えますね。まあこのちょうど正面方向ぐらいだと思うんですけどもね、ゲーセンがね、まあなんか次ぐらいを右に行って、まあ左とかね、そんな感じですかね。はい、こちらは清掃センターですかね。でここまあ実質突き当たりになっているところ右に曲がって、ここは高いのはあれ高速よりも上にあるんでしたっけ、線路の方が。でもうその辺をすぐ左なのかな次は。はい、先ほどのねすぐ先のところ左に曲がりまして、でちょっと歩いたところですけどもね、その高架下のなんかプレハブみたいな、もうこれがすぐそこが入り口ですね、ゲームギガステーション。いやーなんかこの佇まいもかなり地味というかね、まともに営業してるのがまあ怪しいように見えますけども、はい、もう入り口からしてなんかね普通の感じじゃないもんな。はい、まあとりあえずね、行ってみましょう。はい、こちらギガステーション出てきました。手前がねプライズで、真ん中ぐらいがメダルで、奥がまあアーケードゲームという感じで、まあ、シングルメダルもそれなりにありましたね。ただまあそんなでもない、まあなんか期待していたほどまあレア機種がいっぱいという感じではなくて、まあコナミ系が半分ぐらいだったかな。あとはシグマのボーナススピン Z が3台とか、あとクローン系も若干ありましたかね。はい、ここは歩けるところ、微妙で、まあ、とりあえず OK で、まあ、戸田編はまあ行きたいゲーセンはここまでなんですけども、今日はね、まあ、この後わらびに行って、まあ前編戸田後編わらびとまあする予定なんですけども、次に行く1店舗だけがちょっと裏側なんですよね。そう、その道としてはまあ、先ほどのね、
外環沿いの道を行って、まあ、国道17号に出て、右、まあ、蕨方面に曲がるので、まあそうだから戸田蕨なんですけども、そのなんかちょっとだけね浦和が食い込んでるところがあって、次に行くのが浦和なので、まあ、それをどっちに出るかっていうのが、まあ、ちょっと微妙なんですけどもね、まあ、適当に行きましょう。